ください。And I'm so proud to be in the same boat as you, and I'm so proud of you, and thank you for I'm gonna cry and then you're gonna バスさんの放送はあさって月曜日から始まります。もう楽しみ。さて、無事であってほしいという願いは叶いませんでした。神戸市長田区で今月11日から行方が分からなくなっていた小学1年生の女の子、今週火曜日遺体で見つかり、警察は翌日近所に住む47歳の男を逮捕しました。男は黙秘を続けているということです。先生、貼りますか。よろしく、出てください。事件が大きく動いたのは今週23日、神戸市長田区の雑木林で複数の袋に入れられた子どもの遺体が見つかりました。遺体は今月11日から行方が分からなくなっていた小学1年生の生田美玲ちゃんと確認されました。本当に不幸な、ね、最悪の事態になったので、ね、それは辛いですね。生きて帰ってきてほしかったんでね。そして遺体が見つかった翌日、死体遺棄容疑で本日通常逮捕いたしました。警察は近くに住む木見野康弘容疑者を死体遺棄の容疑で逮捕。遺体の入れられた袋から木見野容疑者の名前が書いてある診察券が見つかったほか、袋の中にあったタバコの吸い殻の DNA の型が木見野容疑者のものと一致したということです。女の子は行方が分からなくなった11日の午後2時45分ごろ小学校から下校、そのおよそ30分後、